阪神タイガース今シーズンは優勝を決めましたけれども、その裏で戦力外通告、育成落ちの可能性がある選手見ていきたいと思います。まずは戦力外通告、そして育成落ちの可能性があるピッチャーから見ていきたいと思います。カイル・ケラー投手、一軍でも今シーズンまずまずの成績は残してくれているんですけれども、家庭の事情で帰国して、今現在まで戻ってこれていないという状況が続いています。この状況次第ではそのまま退団の可能性もあるのかなという感じにはなってしまっていますね。ただケラー投手、欠かせない戦力ではありますので、なんとか来年も残留してほしいなとは思います。ビズリー投手、便利で先発でも中継ぎでも使えるピッチャーで、一定レベルの活躍、防御率でいうと2点台後半ぐらいの活躍っていうのは期待できるんですけれども、年俸としては1億円を超えているというところですし、登板機会っていうのもなかなか増えてこないということもあって、減俸かもしくは退団かという可能性もあると思います。続いて途中加入のブルワー投手、岡田監督が最近日本の野球を舐めたらあかんというような感じで苦言を呈したということもあります。年俸次第で、今シーズンは途中加入ということだったので年俸も安かったですけれども、残留となればかなり高い年俸になる可能性もありますから、それ次第というところもあると思います。いずれにしてもビーズリー投手、ブルワー投手、重要なピッチャーではあるけれどもマストではないっていうのが、現在の阪神の位置づけなのかなと思います。そして二保投手、ファームを回す役割っていうのはかなり担ってくれて、2軍でもかなり投げてくれてはいるんですけれども、やっぱり成績的にも年齢的にもちょっともう1軍で活躍するっていうのは厳しいかなというような状況にはなっています。そして渡辺投手、ここ最近は2軍で少し成績を上げてきてはいるんですけれども、防御率は3点台後半で、年齢的にもちょっと厳しいかなっていう印象はあります。矢野監督が直訴して獲得したピッチャーで、昨年は活躍してくれたんですけれども、今シーズンは2軍でもあまりいい投球ができていません。そして川原投手、プロ入り後5年結果が残っていない高卒のピッチャーです。現在は育成投手となっておりまして、まさに崖っぷちという感じであります。少しずつ2軍でコントロールがちょっと良くなってきたかなっていう印象はあるんですけれども、それでももう厳しいかなっていう印象はあります。そして秋山投手と小林投手に関しましては、1軍でもまだまだ起用できるピッチャーだと思いますし、現役ドラフトであったりトレードの可能性もあるとは思いますけれども、戦力外通告は避けられるんじゃないかなと思います。あとは高橋遥人投手とか小川一平投手、このあたりのピッチャーは怪我もありますので育成落ちの可能性あると思いますし、岩田投手も育成から這い上がったんですけれども、今シーズンの成績見るとまた育成落ちの可能性があるかなと。そして佐藤蓮投手、育成に落ちてはいるんですけれども、ドラフトの注意、そんなに悪くない順位で指名されて、まだ3年目ということですね、育成のに落ちているということもありますから、もう1年は見るんじゃないかと思います。では続いて戦力外、育成落ちの可能性がある野手見ていきたいと思います。戦力外育成落ちの可能性がある内野手、1人目が山本選手です。2軍で打率でいうと2割中盤ぐらいで、いい時は3割近い数字を残していた時もあって、固め打ちなんかもしていた時期もありましたけれども、それでもやっぱり特徴がないのでなかなか1軍に上がってこれないっていうところがありますね。やっぱり山本選手が1軍でレギュラーを取るっていうのは難しいので、なんとかバックアップで入っていきたいんですけれども、そうなってくると例えばダイソーであれば上田選手、守備固めであれば熊谷選手とか、代打であれば渡辺選手とか、こういった感じで使われていく選手が、バックアップ一人一人役割が決まっていて、山本選手が上がったとしても、バランスはいいんですけれども、じゃあどこで使うかというと、ちょっと難しいという部分がありますよね。岡田監督から、キャンプからずっと山本選手の名前っていうのが上がるっていうケースがほとんどなく、戦力外通告を受ける可能性も十分出てきてしまっているのかなと思いますね。バックアップの選手として他球団が手を挙げる可能性もあると思いますから、仮に戦力外通告となっても他球団に移籍してバックアップ選手として活躍する可能性はあると思います。続いて北条選手、2軍で打率が2割前半から中盤ぐらいでずっと推移していて、この時は北条先生ものすごい良かったぞというような時期っていうのがあんまりなかったので、やっぱり1軍に上がるきっかけがなかったのかなと思いますね。そして北条選手も山本選手と同様に特徴がなかなか出てこないということですね、1軍に上がってこれないという選手ですね。一時的には左ピッチャーキラーとして活躍した時期もありましたけれども、現状だと守備にしてもバッティングにしても走塁にしてもちょっと特徴が現れていないという感じがあります。北条選手はすでにプロ11年目を迎えている選手ですし、状況的には相当厳しいのかなと思います。北条選手は本当に今シーズンが勝負の年という感じだったんですけれども、なかなか結果を残すことができなかったというシーズンになりました。そして片山選手、ファームではホームランこそないんですけれども、打率としては3割近い数値、2割8分8厘ぐらい
打率を記録していて、結構バッティングがいい選手という感じですね。もともとキャッチャー登録ではあるんですけれども、キャッチャーは中川選手とか藤田選手とか坂井田選手がいるということもあって、他のポジションを守ることが多いのかなというふうに見ています。阪神での起用っていうのは、正直ちょっと難しいのかなと、層も厚いですし、優勝もしているということで、片山選手が一軍に入っていくっていうようなイメージはなかなかつかないんですけれども、左バッターの代打として使えて、なおかつキャッチャーも守れるということであれば、手を挙げてくれる球団もあるんじゃないかなというふうに思います。では続いて、戦力外育成落ちの可能性がある外野手見ていきたいと思います。戦力外育成落ちの可能性がある外野手ですけれども、まず一人目がノイジー選手。一軍でレギュラーとして起用されていますけれども、OPS でいうと 0.6 前半、打率でいうと2割4分、ホームランが1桁、そしてレフト、肩が強いので、いい守備っていうのもあるんですけれども、守備指標で見ると大幅なマイナスというような数値になってしまっています。勝利にどれだけ貢献したかという、ウォーという数字でも大幅なマイナスとなっています。年俸もかなり高い選手ですし、レギュラーとして起用されてはいるんですけれども、残すかかなり微妙な選手ではあります。正直成績を見るとノイジー選手をレフトで起用する理由っていうのは一つも見当たらないような成績にはなってしまっています。続いて板山選手、開幕1軍を勝ち取って、岡田監督にかなり期待された選手で、本当に今シーズンこそっていう感じだったんですけれども、1軍で打撃で結果を残すことができず、2軍暮らしが続いています。一軍で守備で一ついいプレーがありましたけれども、本当にあれが最後のプレーとなってしまったような印象ですね。二軍でも打率で見ると2割前半ですし、年齢とかこれまでの実績を見ても、あまりいい実績っていうのは残っていないというところを考えても、もう相当厳しい立ち位置になっているかなと思います。そして高山選手も岡田監督に期待されて、本当の意味で今年が勝負の年だったというのが間違いないと思います。キャンプとかオープン戦でもかなり積極的に起用されたんですけれども、結果を残すことができず開幕2軍スタート。高山選手はどっかのタイミングで1軍上がってくるかな、左の代打として、そして外野も、空いてる時期もあったので、そこに入ってくるんじゃないかというふうに思われていたんですけれども、森下選手とか井上選手、あとは前川選手とか小野寺選手とか、こういった選手が台頭してきたということもありまして、1軍昇格はなく、2軍でもホームランはそれなりに出ているんですけれども、打率としては2割中盤ぐらいと目立った活躍ができず、1軍昇格なしという状況が続いています。そして高浜選手、日本ハムから渡辺亮選手と共にトレードで加入した選手です。もともとトレードした直後からは、岡田監督は結構渡辺亮選手の名前は出していたんですけれども、高浜選手の名前っていうのはなかなか出てこず、やっぱり渡辺選手メインでトレードを行ったのかなというような印象がありました。高浜選手、これまで1軍出場はありません。今シーズンからやっぱり外野の方が出る可能性が高いということもあって、ファーストよりも外野での練習っていうのを増やして外野手登録になったんですけれども、それでもなかなか出番が与えられないと。2軍でも打率が1割台ということになっておりまして、トレードされた最初の年ではあるんですけれども、年齢を考えてもこれまでの年数を考えても戦力外通告を受ける可能性も十分あるのかなというふうに見ております。以上です。